やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。何売ったんすか。まだ売ってないんだよね。売るか。スタミジャパンオークション会。メルカリじゃない。ヤフオークション。売るもん選定したら今からお前の選定すんだよ。何言ってほしい。まずこれ売るんだよ。これ。これ土井さんからもらったガンブラ売ります。ちゃんと高いと思う。これは。これちゃんと高い。これ俺がアークやった時に、ストリーマーサーバーで初めてユニコーンをテイムした人に、あげるっていうサブ特典みたいなので俺がユニコーンをゲットしてもらった。ちゃんと最初は価値のあるものを売ってあげたいな。なんだろうね、これいる？俺が中学生から使ってた財布。これ俺が中学生から24歳まで使った。これ本当に年季入ってる。これ沖縄で買って、ヘビ革なの。ヘビ革、俺のあらゆる汁が染み込んでるんだけど、すごくない？もう年季入りすぎてさ、皮がテカるぐらいってわかる？どんぐらい年季が入ってるか。あ、これもほら、お腹が痛くなった時用の腹痛の薬も入ってるよ。いつのかわかんないけど、ママが入れてくれた。すごいよ、この財布。この財布すごいよ。ここ札入れあんじゃん、ここ。札入れ。ここにチャック入れ、チャックありのさ、なんでも入れがあるから、これ。これなんでも入れていい、ここ。ここ中学の時プリクラ入れだったから、プリクラ入れガチで10年使ったと思う。10年以上だと思う。もっと膨れてたんだよ、これ。こうやってもういいものがたくさん入ってたから。でカラオケとか行って俺忘れ物すんだよ。なんか机の上に地球落ちてっけどって言われてた、いつも。なんかもうこんな汚ねからこれね売ります。俺らちょっとごめんなさい、だったら高まるしって。だそれお前ら買うんだろ、これ。あ、これ普通にいるんじゃない。俺が実家の時から使ってたジグスのぬいぐるみ、俺はギューしといてあげる、こうやって。俺じゃあとっておきの出していい、とっておきの出していい。これね、富士山登ったんですよ、私。富士山登って休憩所に入るたびに夜勤みたいなの押してもらって、でも途中で飽きちゃって10合目までないです。8合目までしかないんだけど、まあ俺の血と汗と富士の土が染み込んでます。売ります、これ。これ売ります。俺のスタジルが染み込んだ富士山の思い出。僕の配信を見てね、富士山に登ったっていう人いるんじゃない。僕のファンの方は欲しいんじゃないでしょうか。まあでも蓋を開けてみると木の棒です、これは。でもそういうものって世の中たくさんあるからね。サイン書くよ、サイン書くよ。サイン書かないとさ、ユニコーンとかガチで転売されちゃうから、これ。これ持ってかれるから。何やろう。スタンミが配信で使ってるフライパン欲しい。は？すごいよ。もう、年季入ってるよ。すごい。お前、これお前、これ買うって言って、一個も入札さえなかったら、お前は特定すかな。お前。これ買うの意味わかんねえな。あ！ああ、あれ売るよ。ちょっと待って。トランポリン配信の時に履いた、靴下。これ欲しいと思ってみんなが。これね、滑り止めがついてるから、後ろに。ゴルフ配信の時もこれ履いていきました。あ、サイン書かないと、そういえば。待って。俺さ、サインがないからさ、やばい！小学生の靴下になった、完全に。忘れ物防止もこれやばい、ほんとに。あー、サインを考えとけばよかった。なんだ、これは。ダサすぎる。ごめん！みんなごめん。サインないのガチ聞いてます。あっかん。
汚ねのついてるし。あ、脳みそくんグッズあるよ。これね、これね、非売品です。非売品。売っていいかどうかわかりません。けど、売ります。俺のなんで。サイン別でお願いします。なんでサイン別でお願いしないといけないのこれ。サインは色紙ではない。なんでだよ。汚さないでじゃねえよ。ふざけんなよ。いいよ、はいはい。これね。あ、でもこれ、ジャスト、山木陽平持ってるわ。そういえば。あ、待って、すげえ付加価値のものがある。これ CR ジャスパーさんがキャンプ配信で弾いたギター、これやばいんじゃない。これサインもジャスパーって書きます。こちら、あっかん。ちょっと待って、ごめんみんな、おい、字汚いの。ね、これジャスパーが弾いたのは事実なんで。もともとの原価を教えてほしいです。君はさ、そこじゃなくない？そういうことじゃないよね。考えたらわかるんじゃないかな。分かればいいの。そうなんですねってコメントして君だよね。そうなんですよ、原価じゃないの、こういうのは。いや、待って、ちょっと待って、もう始まってる。ちょっと待って、ちょっと待って、もう追っ始まってるぞ。あ、待って待って待って、もう追っ始まってる。やばい、俺の富士山の杖が1100円で売れてる。入札が11入ってる。始まってる、オークションが。なんで。これマジ？ジグスのぬいぐるみ1780円もかかるの、総量。これお前ら持ちなの？高すぎだろ。これなんで？これなんで？危険物だから。これ、これや、総量えぐ。これ送料どうやって換算してんの？何が4200円だし、もう都内でこれならどうなっちまうんだよ、都内から出たら。送料がやばい。送料尋常じゃない。2588円、送料は？やば、待って待って、待て、26000円なんだけど。もう26000円だぞ。これジャスのガチファンが競ってんじゃない。でもジャスのサインじゃないぞ。これ、あの、ゆうやのサインだよ。うん。いや、別に、だから、隠さなくていいよ。隠さなくていいよ、別に。人気ストリーマー、ジャマルパー。いや、わからん。誰かわからん。実際にこちらの悪劇演奏されました。スイッチストリーマー、ストーリーマーとジャパンの7月に、お前、人気ストリーマーつけろ、お前。ここ。お前、何やってんだ、マネージャー、コミコ、コミカスコラ。スイッチ人気ストリーマーやるげ！ジャンク。いや、ごめん。ジャンクじゃない。フライパンジャンクではない、全然ゴミじゃないから。これはスタミン脳みそくん T シャツ非売品。早っ、もう5000円なんだけど。シャツ2万だ。もう2万だ。 T シャツ2万、ハイブラか。これさ、俺じゃなかったら叩かれてるだろ。これ
こんなやばいだろ、こんな炎上案件だ。だから俺これあれ最終的にどっか寄付するから、その3日後に言おうと思ってたんだけど、ちょっとしけるかもしんないけど、これ最終的にどっか寄付します。お金は寄付するか。5万9000円、ちょっと待って、やばいやばいって、5万9000円やばいって。競馬代オールインでお金増やして台湾にどこ行く。待って、悪魔やん、このお金を競馬に使う。いや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 、あかんでしょ。俺知り合いにさ、競馬の化身がいるんだよね、こいつリオン。なんかどこ行くの企画で使ってもらおうかな。ちょうど再来週春の G1 最終レースの超デカイベントが競馬でちょうどあります。まあ、ちょっと一回振ってみるわ、どこ行くに。どこ行くに一回振るわ。あ、土井さん、あの報告があって、土井さんにいただいた脳みその T シャツありますよね、あれオークション出してます今。いや、後で言おうと思ってたんですよ。土井さんが無料でくれた俺の脳みその T シャツが6万円で売れてます。すいません、よろしくお願いします、そこのところ。6万円だって、土井さん6万円だって言ってんの。土井さん、あとごめん、もう一個お願いがある。買ってもらった靴をずっと履いてたらもう擦り切れてきちゃって、新しいのが欲しい。土井さん、古いやついらんねえよ。シャルルが痩せたら買ってあげるよ。よっしゃ、絶対成果出すからね。ちょっと今日からもう方針変えるわ、スパルタに変えていくぞ。オートミールにしよう。白米食わしたけどオートミールオンリーするわ。